はい、どんちゃー、笹谷アンです。本日もニュースを続いていきましょう。今日の前半のお題はスーパーチューズデーで、トランプが共和党の指名争いで圧勝を決めたのですが、その裏で民主党のバイデンがなぜか共和党の票を取りに行くというふうに宣言しまして、とうとう頭いっちまったなーって、そんな話をお伝えするのと、後半は中国経済が本当にやばい、若者の仕事がなくなり道路でのたれ死にまではいきませんが、もうそれくらいやばくて追い詰められてる状態ので、その辺サクッとお伝えします。僕の喋りを聞いて目をつけた方がいいねと思った方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。それでは早速、まずは米国の話題の方から。ロイターより見出しがですね、バイデン・トランプ両陣営、ヘイリー氏の支持者めぐり激しい争奪戦開始ということで、本文を抜粋して読んでいきましょう。米大統領選の共和党候補指名争いで、ヘイリー元国連大使が選挙戦から撤退を表明したことを受け、ヘイリー支持者をめぐってトランプ前大統領と民主党候補指名が見込まれているバイデン大統領の両陣営が早速争奪戦を開始した。マジ嘘でしょ。バイデンもその取り巻きもはっきり言ってクレイジーです。いくらトランプとは反りが合わない共和党員がいるとは言ってもですよ、さすがに今のバイデンに乗り換えようとはならんと思うが、もう寝言はアメリカンドリームでも見ながらですね言ってほしいと思いますと。で、ヘイリーはトランプが取り込めなかった有権者の支持を得られるかどうかは彼の行動次第だと指摘した。共和党予備選ではいずれも大統領選の激戦州とされているネバダ、ノースカロライナ、ミシガンでヘイリーは約57万票を獲得。絶対的な数字としては少ないが、近年の大統領選は僅差で決着がついている点考えればおろそかにはできない。バイデンとトランプはヘイリー支持者へのメッセージを発信した。バイデンはヘイリーを称賛した上で、トランプはヘイリーの支持者たちなどいらないとの立場をはっきりさせている。私は明言したい、私の陣営には居場所があるのだと訴えた。ちょっとってか分かんないって感じですよね。っていうか、トランプはヘイリーの支持者などいらないなんてね、まずそういうことで言ってませんよ。次の大統領選に向かって必死なことは分かりますけども、でも誰もが分かる嘘をつくのはマジで勘弁願いたいぜと。で、一方トランプは自身が立ち上げたソーシャルメディアで、まずはスーパーチューズデーでの圧勝の事実を伝えるとともに、バイデン氏を国家の破壊者だと非難し、ヘイリー支持者に対して米国の歴史上最も偉大な運動への参加を呼びかけた。ただ一部の専門今回はヘイリー支持者のような共和党員が11月末の本選でそのまま民主党候補者に投票する確率は非常に低いと見ている。いや、そりゃそうでしょう。バイデンの政策が今までうまくいっているのであれば、じゃあバイデンに入れてみましょうかという話もなるかもしれませんが、正直バイデン大統領になってから世界で戦争が起きまくって、そして不法移民もどんどん広がり、治安まで悪化しちゃってね、いくらヘイリーの支持者がトランプ嫌いだと言ったとしても、それでバイデンに票を投じる、そんな推挙いるわけないでしょう。ここに来て一段と認知症が進んだかもですと。で、ジョージタウン大学のハンス・ノエル准教授は、現時点でヘイリー支持者はトランプには決して投票しないと発言している。とはいえ、その大半は態度を変えてトランプに投票するか、誰にも投票しないか、どちらかの道を選ぶと予想。共和党の予備選でヘイリーに票を入れた有権者の相当部分はトランプ打倒を目的とした民主党寄りの無党派層だったとの見方もある。おしまいということで、最後の話はすごく不気味ですよね。民主党員や民主党寄りの無党派層が共和党の予備選挙に投票していたというのはですね、ちょっとこれ不気味すぎるんですけども、例えばまあノースカロライナ州のようにですね、共和党の支持者じゃなくてもね、党員じゃなくてもですね、誰でもが投票できるような、まあオープンプライマリーという、そういった制度をね、採用している州もあるので、その制度を使って民主党員がヘイリーに票を入れたっていうこともですね、あったかもしれませんが、まあいずれにせよ終わってみればスーパーチューズデー15州中の14州をトランプが制しまして、トランプ圧勝、ヘイリー撤退、これをもって共和党はですね、次期大統領選の候補者として天変地異でも起こらない限りトランプに決定しました。で、今後はですね、現職のバイデン VS、ね、トランプという構図でですね、11月まで行くんだろうと思いますが、なんとここに来てトランプに追い風、そしてバイデンに強い逆風が吹き出したという話をね、一緒に紹介させていただきましょうか。米国の世論調査ギャラップより見出しがですね、移民問題が最も重要な問題リストのトップに急増ということで、本文を抜粋して読んでいきましょう。米国が直面している最も重要な問題として移民を挙げた人が 28% と最も高く、1ヶ月前の 20% から8ポイント大幅に増加している。過去2ヶ月間は移民と政権、この2つの問題が同率でトップを占めていたが、現在は移民が政権問題を追い出して最も多く上がっている。はい、ということで、このギャラップの世論調査がどんなものかですね、ちょっとこちらの方ご覧ください。ドン。これがですね、ギャラップ
の2月最新の世論調査でございます。今日この国が直面している最も重要な問題は何だと思いますかというような問いに対して、2月はですね、移民が 28%、 政権が 20%、 経済全般が 12%、 以下インフレ11、貧困6、外交4でキャベツが 4% ということで、テキサスでのコンボイ軍団トラック野郎の抗議デモがですね、功を奏したのか分かりませんが、移民問題がここに来て頭一つ抜きに出ました。でまた記事に戻りまして、今回の調査は超党派の上級委員グループが移民制度改革案で合意に達した時期に実施されました。この法案は最終的に採決に至らなかったが、たとえ通過できたとしても共和党主導の下院ではどうなったか分からない。下院は2023年にさらに厳しい移民法案を可決したが、上院の民主党はこれを取り上げずに、バイデン大統領も拒否権を約束していた。最近の超党派交渉では、ここ数ヶ月間の南部の国境で記録的な越境者数の対応に追われている。ピークだった昨年12月は30万人以上だった。マジ嘘でしょ。県庁所在地高知市の人口と同じくらいじゃないですか。今から誰かカツオのたたきを僕ん家に届けてください。それをおかずに僕これからご飯3杯いけますよって。で、調査データの中身によると、共和党員の実に 57% が移民問題を最重要と認識しており、1月の 37% からかなり上昇を示している。また無党派層は1月の 16% から 22% へと小幅な上昇を見せた一方、民主党員は1月9%、 2月 10%、 大きな変化はなかった。また調査の別の質問では、米国に不法に入国する大量の移民が米国の利益にとって重大な脅威であると答えた米国成人の割合は昨年よりも8ポイント上昇し、過去最高の 55% であった。おしまい。ということで、この記事長文付きかなりの部分をすっ飛ばしております。全文知りたい方はリンクからご覧ください。はい、ということで、政権運営そのものやウクライナ、中東を含んだ外交よりもですね、米国民の直近の課題というのはですね、移民であるという認識がですね、日増しに強くなってきまして、これがバイデンの横っ腹にですね、ボディーブローとして効いてきてると、まあそういった感じでございましょうか。まあでも自業自得ではあるんでね、何の擁護もできませんけどもね。だってこれ、バイデンはトランプが建設してきたメキシコの国境のあの工事を事実上ストップしてましたからね。で、ことが大きくなりだした途端ですね、いや俺はそんなこと言ってない、トランプの時代から実は予算はついてるんだと、壁を再開しようじゃないかって、もうね、全米がずっこけちゃうくらいねよくわからないことを言い出しております。それがですね、昨年10月頃ですからね。多分ですけども、各国のコロナがですね、これ蔓延しちゃったじゃないですか、2020年ぐらいからね。それで国境閉じちゃったでしょ。あれのおかげでたまたまですね、不法移民が減っていただけで、コロナ禍になっていなければ、もっと早い段階でメキシコとかそっちの方からですね、まあ、ドッカンドッカンと移民が入ってきたと思うので、バイデンの移民政策のほころびがたまたまですね、遅れて出て今頃やってきたっていうことだと思います。あとついでにもう一つ言うとですね、前回の大統領選では日本のメディアも国境を閉じるトランプはですね、人手なしだってね、そんな風なことを言ってましたよね。結局どっちが正しかったのかって言えばですね、それはもうトランプなわけですからね。そういう意味では日本の報道がいかに的外れなマスゴミ野郎だったかというのがですね、検証できたので、ある意味良かったと思います。別に僕はですね、トランプ好きでもないのですが、バイデンとその取り巻きがですね、民主党の取り巻きがもう予想以上にポンコツすぎたんで、もうさっさと大統領選決着つけてほしいと、まあそんな話でございました。さて、お次は中国の若者が激ヤバ状態になってるという話を、日テレニュースより見出しがですね、中国先端都市に異変、建設工事止まり、路上では寝泊まりする若者を5日に全人代開幕ということで、本文を抜粋して読んでいきましょう。中国経済を牽引する最先端の都市深圳、しかし今ある異変が起きていた。記者は、こちらでは今年世界で2番目に高い超高層ビルが完成する予定でしたが、工事が一向に進んでいません。このエリアは2017年に中国の大手不動産開発会社が約4800億円で購入し、世界第2位の高さとなる140階建て700メートルの超高層ビルがシンボルとなるはずでした。しかし不動産会社が債務危機に陥ったということで、建設が止まったままなのです。これを聞いた増田岡田が、深圳のビルが閉店ガラガラって言ったとか、いや言ってないと思いますし、そもそもオープン前なんでね、始まる前から終わってるって方はですね、適切だと思います。この世界2位の高さのビルはですね、シモアというデベロッパーがこの一帯をですね、ビルも含めてこの一帯手掛けていたんですが、2022年にですね、資金ショートで倒産しております。ですからいつ
が経ってもこのビルは完成することがないでしょうと。で、周辺の住民は多くの人が期待や希望を持っていてすごく盛り上がっていました。でももうずっと放置されたままで今はどうなっているのか分かりません。また取材中に道路上で不自然に止まった車が、記者、当局の車が止まっています、こちらを映像で撮影しています、また立ち去っていきました。さらにある男性が、建物を取らないでください、ここの建設工事は私たちの商業秘密と関わっているからです。男性は工事の担当者を名乗りましたが、中国当局の関係者と見られています。なぜ民間企業に関する取材を当局が妨害するのでしょうか。さらに歩くと当局が神経質にならざるを得ない中国経済が見えてきました。記者、歯を磨いている人がいます、その隣では寝てしまっている人もいます。バスターミナルでは路上で寝泊まりをしながら日雇いの仕事を求める大勢の若者の姿があった。あら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 と、こういう暇人ぶっこくやつらが暇つぶしに電話アプリでですね、日本に板電話をかけていたってことでしょ。そんなことをする暇があったらもうコールセンターで仕事しろよと。で、若者は、昨日したのは地下鉄の点検作業です、なぜ辞めたのですか。時給16元、これは日本円で約320円なんですけどね、時給16元でずっと立ちっぱなしだった、そんなのやってられるか。まあ確かに時給320円ならね、寝て過ごした方がまだマシでしょう。しかし想像以上にこれひどくなってますねと。で、不動産危機に加えて若者の失業率が深刻化していく中、国家安全省は去年中国経済に対する悲観的な報道を取り締まることを示唆しました。ほらね、始まりましたよ。景気が悪いと言っただけで逮捕されそうなのに、もうこういう危ない体制を日本のメディアはもっと報じていかないとって感じなんですけどもね。なんで中国からのニュースに関してはですね、北京からの大本営発表が多いんでしょうかねと。で、中国では5日国会にあたる全人代が開幕します。関心が高まる中国経済の先行きはどうなるのでしょうか。おしまいということで、今中国は本当に若者の職がなくて、中国政府の統計によるとですね、まあ中国政府の統計なんてものはですね、前につばつけたもうガビガビの眉毛ボーンっていう数字でしょうけどね。何でしょうか、そのガビガビの眉毛ボーンって言って。で、中国国家統計局によるとですね、昨年12月の失業率というのはですね、全体で、中国全体で 5.1% ということで、ただしですね、これ16歳から24歳までのですね、若年層に限定した失業率というのは 14.9% で、もう眉毛ボーンの数字といえどもですね、もうとんでもない高い値となっております。ちなみに、昨年の今頃だったかと思うんですけども、中国の統計局はですね、若者の失業率というのはですね、19.6%、そういうふうに発表した際に、北京大学の張丹丹副教授という方がですね、いろいろなデータを調べて試算をした結果、実際の若年の失業率というのはですね、46.5% と、およそ半分の若者が就職できていないというのがですね、世界に拡散されていきましたですね。その後、張丹丹氏の試算や論文が見れなくなってしまったと、まあ、そういった事件がございましたが、つまりそれと対比していけば、今現在の中国の若年層の失業率、これ大体ですね、40% 程度なんだろうなと、まあ、そんな風に思います。ちなみにですけども、これはロイターの記事なんですけども、大卒の青年が卒業前から今年にかけておよそ1000件ね、企業の就職窓口に応募書類を送ったもの、これ就職の応募書類を送ったものの、通ったのは1社のみだったということで、実はこれ1000分の1ですからね、どの程度の大学なんかちょっと、ね、その背景はわかりませんけども、履歴書送ったりなんなりしてですね、それを1000回繰り返せるその粘り強さにですね、僕はちょっと感銘を受けました。ってそんな話は横に置き。で、じゃあですね、こういった大学生が一体どういうところに今就職しているのか、これはですね、極端な例かもしれませんけども、同じロイターの記事によりますと、配信サービス関連業ということで、何のことでしょうかね、YouTube だとか TikTok だとか、まあ、そういった似たような動画サービスのですね、そういったスタッフなのかもしれませんけども、これもですね、その詳細な事情は不明ながら、給料は月5000元で、食費とアパート代は会社持ちというですね、福利厚生で好条件の企業に就職したものの、週6回の勤務で12時間シフトというですね、労働条件を飲んだというふうに書いてあってですね、週6で12時間労働といったらですね、かなりのブラック企業だと思いますけれども、そうでありながら給料が5000元でしょ。これ5000元って日本円換算するとですね、大体ね10万円くらいですよ。大卒で月10万円はかなり厳しい条件だと思いますけど、とはいえバスターミナルで1日中寝転がってるプータローと比較したらですね、まだマシだということなんでしょう。ああ、それからもう一つ、中国の経済が本当にこれ弱くなってきてんだなっていう話をですね、これからしようと思うのですが、この間ですね、そろそろ僕バンコクに行こうかなと思いましてですね、飛行機チケットの比較サイトを見ておりましたら、上海とかですね、あちらの方でトランジットして乗り換えて、日本からバンコクに飛んでいく方がですね、全然安くて、で、さらにですね、もうちょいそれで調べてみたらですね、バンコクからドイツに行く便で、これ探したらですね、中国経由でもう一回ね、中国で乗り換えたらですね、3万円で、
バンコクからドイツまでね、片道行けると。最近円安なんかもありましてですね、海外の飛行機基本的には高いんですけども、なぜか中国で乗り換えをするとですね、破格の価格で飛行機が乗れるということで、なんでかなというふうに考えたときに、これは僕の推測でしかありませんが、中国の景気がめっちゃ悪くなっていて、出張や旅行で飛行機を使う人がかなり減ってんじゃなかろうかと。っていうのもですね、エアラインというのはですね、空港発着の枠があって、今人の移動がね、少ないもんですから、赤字になるから、しばらく飛行機飛ばしません、発着枠返上しますって、そういう風に一度それやっちゃうと、その後に需要が復活した場合ですね、回復した場合に、もう一回その発着枠くださいと言ってもですね、いやもう別の航空会社の方にその発着枠渡しちゃったんでね、ごめんなさいっていう風にお断りされちゃうわけです。だから、赤字が続いていたとしてもですね、飛行機の便数を減らすことができないんです。まあそういった事情から、中国人の出張や旅行者が激減していて、搭乗率の低い飛行機が中国にいっぱい飛んでいて、で、それを利用するからこそですね、価格がどんどん下がっていると。そんなことだろうと思います。ああ、僕は別にですね、回し物ではございませんので、その中国の飛行機に乗れとかそういうことを言ってんじゃなくて、マクロ経済や得体の知れない統計よりもですね、もっと身近な交通機関で、その国の経済が調子いいのか悪いのか分かるかもしれませんよというようなお話でございました。さて、今日も話がなくなりましたので、これくらいにして、最後はほっこり投げてしまいたいと思います。中国で世界2位の高層ビルとかけまして、中国旅行はビザありと解きます。その心は、新鮮が必要です。先週もちょっとですね、神社の方に行ってみましたらですね、中国らしき観光客が結構なんかいらっしゃいましてですね、本土からなのか、あるいは台湾人の方なのか、その辺よく分かりませんけどもね、全然訪日客来てますよねと。まあ別にいいんですけどね、日本のルールさえ守ってくれればということで、本日も面白かったらためになったとかですね、チャンネル登録、いいねボタンの方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ササヤンでした。